皆さんお疲れ様です。今日も一緒に頑張りましょう。レッツワークアウト。今回は一発で上半身全体を鍛えていきましょう。一種目目は波打つようにできるだけ大きく動いていきましょう。一種目目はできるだけ大きく動くことがポイントになります。今回はそれぞれの種目を10回ずつ行うだけで、腕、胸、肩と上半身全体に効くようなメニューになっています。ぜひ自分のペースに合わせて最後までやりきりましょう。今回は10回ですので、なるべく丁寧に行っていきましょう。できる方は10回以上でも大丈夫ですし、10回以下でも大丈夫です。残り少しです。休憩です。続いては手の形を三角形にして行う腕立て伏せです。頑張りましょう。この種目は胸と腕に効いてくる種目になります。両手で三角形を作るようにして行っていきましょう。肘が痛いよという方は肘の開き具合は自分に合わせて大丈夫です。関節の無理ない範囲でやっていきましょう。しっかり床ギリギリまで体を落としていきましょう。続いては腕立てをした後に素早く肩をタッチです。タッチする際にも姿勢をキープしながら頑張りましょう。腕立てをして素早く肩をタッチ、これを交互に繰り返していきましょう。肩をタッチする際にバランスを崩しやすいとは思いますので、姿勢をキープすることを意識しながら頑張っていきましょう。自分のペースで大丈夫ですよ。ゆっくりと丁寧に行っていきましょう。休憩です。続いては体を前に傾けて腕立て伏せを行っていきます。この種目は普通の腕立て伏せとは違って、床に対して腕を垂直に置くのではなく斜めに置くようにしてやっていきましょう。体を傾けるイメージは左下に載せておきますので、ぜひご覧ください。この腕立て伏せは普通のと違って肩のストレッチもかかってくると思いますので、意識して頑張りましょう。休憩です。こっから後半戦です。続いては手の幅を肩幅の3倍以上にして行っていきます。この種目は手の幅をめちゃくちゃワイドにしてやっていきましょう。自分の無理ない範囲でできるだけ両手を遠くに置きながらやっていきましょう。胸がしっかり横に伸びてストレッチされてる感覚があれば大丈夫です。すでに後半戦に突入しましたので、皆さん最後まで頑張りましょう。休憩です。続いては手を逆手もしくは真横に置きながら行う腕立て伏せです。頑張りましょう。手の角度は自分が痛くない範囲で大丈夫です。僕みたいに手を逆手にして行っても大丈夫ですし、痛いよっていう方は真横に置くような感覚で大丈夫です。視線は前を向いてしっかりと胸を張りながら行っていきましょう。床ギリギリまで体を下ろしていきます。休憩です。続いては斜め前方に体を下ろしていきましょう。この種目は肩の前側部分に効いてくる種目になります。体を斜め前方に倒していって地面を押して肩を収縮するイメージです。どこに効いてるかをイメージしながらやっていきましょう。途中できつくなったら休んでも大丈夫ですので、最後まで頑張りましょう。ラストの休憩です。ラストは手をやや前に置いて肘を伸ばし切っていきましょう。ラストは腕に効いてくる種目になります。今回は上半身全体を鍛えたので、ぜひ筋トレ後はプロテインを飲んでしっかり休みましょう。プロテインについての動画も出していますので、ぜひ終了画面から飛んでみてください。残りも少しです。しっかり肘を伸ばし切ってやりきりましょう。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のトレーニングは上半身をまんべんなくできますので、できる方は2から3セットやるようにして頑張りましょう。今回の動画参考になったという方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。